どうも。何しに来た？アイトールからセンターへ行く許可を得た。聞いてないわ。名前を。ハーカン。あんたは？エイデンだ。おい、お前ら、通してやれ。めっちゃ舐め回すようなウサのこと見とったやん今。あーでもこれでようやくいけるんですね。妹っちがいると思われる場所に通れるようになったんやんな、弟引き渡して、ね、じゃああの事件は、はい、また後か。あれ絶対弟じゃなくてお姉さんでしたよね。あれ、いや違うで、今俺らの前走っとうやつやで、絶対ホーコン。絶対ホーコンやで、あれは。でとにかくあの弟は、まあ、悪いやつだし、バカだったけど犯人じゃなかった気がする。な、多分な。浮気したことあるか？お、女と縁がなくてね。今まで誰とも。マジかよ。ホーコンさんはあるな。誰もあんたみたいにナンパなわけじゃない。だな、もったいねえよな。ま、わかるよ、点々と街を移動してたら誰かと付き合うチャンスなんてない。そういうあんたは今まで本気になった人は？俺か、恋愛で何度も話したろう。努力はしたよ、毎回こいつが一番だって思いながらな。二番もいたけど、ところがある時本物に巡り合ったけど、彼女を傷つけ終わった。それ以上こじらせたくなかった。ご立派だな。完璧な人間などいない。え、どうしたどうしたどうした。何、なんだ今のは。まずそうだな。何その格好。ねえ、話してみるわ。はい、今のは一体。こりゃやばいぞ。どうする？大急ぎで進め、換気装置が全部停止した。チェスカー、早くは持たん。有毒ガスか。時間は全然ないか、ほんの少しか。整備エリアに換気パネルがあるはずだ。起動してきてくれ。俺はこの電力サージをどうにかしてみる。女のことくらい電気にも詳しいといいが。減らず口聞きやがって。生意気やぞ。換気パネルはあっちだ。うん。はい。よし。え、あの部屋何だったの？じゃあ。よし、サーチして。ホーコン作動しない。サーチ。ガスがどんどん濃くなってきた。だれ？ケーブルだ。ケーブルをたどれ。予備の発電機に繋がってるはずだ。そこに行け。わかった。ケーブル。ケーブル。次どこ？この下。この黄色いケーブルってことですよね。じゃあ。あ、下。下へ行こう。うん。よし。スイッチを入れる。すぐにまた消えちまう。聞こえるか？発電機まで来たが起動しない。オーバーロードしてるんだろう。一応策はあるが、気に入るかどうか。東電に電話。東電ファンに直接プラグを差し込める。危険なのか？照明を切らなきゃならん。全部だ。暗闇を歩くことになる。やるぞ。いいのか？なんか方向にやばない。いいわけないが、はい、それしかないんだろ。やばい、フリシト。3つ数えるぞ。1、2、3、今だ。方向。無事か、エイデン。綺麗な空気。てめえ、お前、お前中入れろや。大丈夫か？話してみろ。安心しろ、おっさん。大丈夫だ。誰がおっさんだ、クソガキ。む。む。次はあんたが走ったらどうだ？そうだそうだ。遠慮する。座ってる方が得意だからな。
得意分野を極めようぜ。お前が走り、俺が考える。オッケー。電力は持ちそうか。ってことで、うかな、はい、ウサが走って。簡単に全部直せるんだけどな。来て。持つのか持たないのか。持つはずだ。まあ安心しろって。そのうち別のとこからスパンに電力を引き込めるようになる。ここはよく知ってる。この駅はパンデミックのずっと前から閉鎖されてた。不気味なところだな。よくここでダチと溜まってたよ。絵がかっこいいですね。上の。あとホークン足が遅いんだよ。ま、こいつは。おい、これを見てみろ。どうしたどうした。ちょっと待ってウサ。はい。ここに何かあります。はい。何。これはどうした？よう見えんけどな。ノバクだ。誰？古いダチさ。町中に奴のイケてるグラフィティがある。それ私がさっきかっこいいって言ったやつです。確かここらにもう一つあったはずだ。聞こえたか？いや、空耳じゃないのか？調べてくる。何かあったら嫌だからな。そこにいてくれ。わかった。うん。さあ、見てきて。え、別に見。あった。先進めばよくない。ね、ちょっと待て、おい、待ってくれ。こいつ。上で何かに違いない。嫌な予感だ。ったくなんだよ。GRE キーを食え。防壁を開く。俺に任せろ。やだ。どうやくん立つんよ。これでどうするんだ。それで GRE 製のもんを開けたろ。この防壁も GRE 製だって言ったよな。だから制御室を見つけて防壁を開く。だがそっちもこっち側からは整備エリアに行ける。制御室を探してくる。キーを渡せ。仲良く窒息死したいか。信用か。そう、でも渡すしかないのか。くそ。なんかこいつ、ウサの次ぐらいに信用できねえんだよな、なんか。何ですか。軽いんだよ、なんか言ってることがウサと一緒やし。ハッチを見てくる。もちろんだ、約束する。早く帰ってきて。ホコ。ウサはさっきの方を見てきてちょっと。ホコ、どこにいる。俺を置いてくか。そうだ。こっちもダメだ。そうか、もう一つ手がある。どんな手だ。おい待てって、逃げる気じゃないだろうな。信用しろ。できるわけないだろ。落ち着けウサ、信用して。ホコ、俺を置いてくなよ。ウサのお兄ちゃんみたいな存在なんやから。なんとかしてくれ。あのお兄ちゃん嫌だ。早く。なんか来るんですか、向こうから。もしかして。ホーコンが戻ってくるまで生き延びろ。なんかトロ、なんかいろいろあるよね。ね。本当だ。なんか飛んできてる。なんかいる。いや、私も上がりたい。いや。ここ俺の場所やから。上にも来とるやんけ。痛い。嘘。遠距離攻撃してくる。ここおはよう。よし。探すぞ。くっそ。遠距離が。こいつ避ける。くっそ。方向早う。
でも体力低下がやばいな、ちょっと。強いな、こいつが。なになになにそれ、なにそれ。回復しとこう。ハーカン、応答しろ。こいつ都合悪くなった、電話取らんな、マジで。もしかしてあの飛ばしてくるやつ倒さないとダメ？誰かいるのか？います。うさ、答えて。います。駅の中だ。はい。お、目標更新、あっちだ、ウサ。失礼。はい。やっぱりこいつの方に行かなきゃいけないんですね。よしよしよし。よし、後ろ側走りたくないです。よし、ウサ、後で連絡する。ここで何してる？アイトールの使いだ。仲間はどこにいる？素直に答えます。壁開けに行った。なぜそんなことを？もう少し待てば私が出してやれる。急いでくれ。感染が進んでる。展開しちまう。これで乗り切れ。姉さん。姉さん。姉さん。ピースキーパーの人たち、いい人たちよね。なんかいろいろある。でもあいつ最初に俺のこと尋問したやつやからな。今のでフェイにはならんからな、まだ。こいつらを倒さないとダメなのかな。倒す？はい。あれ？弱いですよ、もしかして。飛ばしてくるけど、一発でなんとか出ちゃいました。まだおるな。あ、何体かいるのか。普通のやつらの方が強い。違う、そうしないとダメなのかな。よし、終わった。まだ声が。姉さん、姉さんの方に行った方がいいんですか？そうやな。あれ？姉さんこっちやったやんな。はい。姉さん。俺だけでも姉さん。方向は多分なんとかできるから。ほら、爆弾を受け取れ。まだやれって。あ、これで爆破していけって。線路に沿って整備用の通路が走ってる。壁を吹き飛ばせってか。他に案があるか。もう本当に時間がないんだ。方向を見なかったか。いや、裏切られたのかもな。そんなのよくあることだろう。待て、アンティジンはいるか？まだ持ちこたえてください。そのまだもすぐに終わる。そうだ。それでいい。さあ行け。私は出口に向かう。ホーコン、あの野郎。よ
ましょう行きましょう行こう。よし、セットと離れた方がいいんですか。あ、なんかピーピー言うとうから多分、はい、どれぐらいだろうこの辺一体吹き飛んだらどうしますおー、結構でかかった。結構でかい。よし、いけいけ。 音で人が来ちゃう。うわー、めっちゃ来てるこっち。急いで急いで、後ろ側怖いよ。もう振り向かんしも。よいしょと。あ、行くし、先に。あ、開けれませんでした。うん。よしと。あ、地上だ。来た。クソ野郎ミッケ。あ、あれ今って、そう、弟やで。え、2匹目ってことはもしかしてあの兄さん。最後までご視聴ありがとうございました。あれあれ、まだチャンネル登録してない人いるのかな。まだの人はポチッとワンクリックよろしくお願いします。登録するといいことあるかもね。